はいいつもありがとうございます。パーソナルブレイクでよしさんからご依頼です。はい。えっ、ー、と、ボーマのファーストエディションですね。で、えー、下2つですね。レフトとライト。ね。あ、こうか。ね。はい。左と下の右側。ね。はい。じゃあ、まあ、こっちから行きましょうか。ロックパックずつですね。で、今日発送した明日着でね、期待します。 でえーね、この6パック単位で1万円超えてますんであのポーカー対決も2回ですねはいそれ最後になりますはいじゃあいきます えと一応ね、ファーストボーマンは弾いて、えー、全部ね、スリーブに入れてお送りします。うん、テナさん。だんだん面通が分かってきましたね。まあ、ファーストもメンバーがそんなにいないというか、限られてますんで。まあ、ファーストがなくても、そこそこの選手ね、こうやってローラーとか、初めてのペーパーベースのファーストボーマンだと結構しますよね。評価とほ滅ってる性能 ペグエロさん若そうですね。00?00 ゼかロゼロ。ゼロ,ゼロか。うん、はい。2000年生まれ。うんはい、ウェルツ。まあパック10枚入りですけどまあ1枚か2枚ぐらいこうファーストがね出てきたりこうアブラムスもいいですからね。 でキャロル、まあ、出ないのもありますけど固まって出る場合もあるとあ,あこれ出なかったあ出なかったなはいねホイールも適当ですねうんマックスメイヤーまあでもね下2つねまあ2万7000円ぐらいかまあでもねペーパーベースとかの評価がかなり 昔と違って上がりましたからね。はい。オースティン・マーティン。彼もそこそこ良かったはずです。評価は高い方だと思います。はい。ガブさんのちょい下ぐらい。同じぐらいかな。3番手とか、そのぐらいですよね。ああ、冗談来た。ねえ。100ですよ。ねえ。レギュラーでこんなに出るのに100ついてるじゃんって思うんですけど、あの、 流通数が少ないので、はい。圧倒的に少ないので。なので、あんあクロームだサイン。だよね。多分クロームです。せーの。おお、ハンコックおお、オートきた。結構出るね。 50尻だもんね。27の50。はい。これが多分通常音だと思います。どうだろう。まだ全部、全部っていうかね。まあ一応50尻がね。イベとかでも見たかな。うん、はい。ボードラにいたファーストついてないもんね。はい、27の50です。エマーソン・ハンコック。 ボードラ一巡6位かおお99年生まれ、うん、はいおめでとうございますで冗談も出てるもんねやりますねおめでとうございますありがとうございます <laughs>、ね、助手じゃんねえこうやって普通にペースとかも 冗談とか何枚もこう一箱から出てきちゃうのに100ドルの評価を得ているていすごいっすねまあうんあホイールだった最後にあったアローラだはい彼は去年の傍慢にいたもんねでもファーストはないかあ去年あったかじゃあはいポルペいやでもこうやってねうん 寿司山前の席で、ファーストボーマンやろうよって <laughs>。ファーストボーマンっていうかね、あの、まあ、ボーマンのファーストとか、あと、まあ、ポケモンとかでファーストがあったから、やろうよって言ったのがこうね、実際形になるといいですね。はい、サラス。ね、ファースト。あ、ホイールだ。薄っぺらいから、最後分かんないですね、モンテロ。 ロックパックでも十分遊べるね、これね <laughs>。これで139ぐらいでしょまあ箱で買うよりはちょっとね、割高にしないと箱で買ってる方がっていうのがあるので、ですけど。あ、アルカンタラ。いいね。うん。はい。OK です。デュラン。で、スコットさん。シューマーケさん。シューメイクさん。で、バズさんで、 金リフとかと思いました <laughs> 金ホロかなぶんおおファーストボーマンテナ16の50おおこれもいいんじゃないのねえいやもう6パックで満足なんですけどねこっちでも当たりを引くのが店長です <laughs> まあもう決まってるんですけどね、うん いや当たりをね、こうお客様、まあ、外れたらね、店長もあーって思いますよ、はい。なので、当たってくれた方がいいです。<laughs> いろんな意味で。しょただ、まあスポーツカードはね、やっぱり、まあ、お客様の好みもありますから。ね、はい、ストロング。 オタストゥラングさん。バブラっていうのかな ?V 読まないのかなはい。クルーズさん。マノアさん。マノアさんいたね。はい。これなんて言うんだろうね。デベアクス。デベ、言わないんだろうな、多分。デベ、アクス。どうなんだろう。<laughs> はい。エンゼルスですね。 ちょっと薄いんでね。あ、青だ。ファーストだ。おおネクストソト。どうだろう。<laughs> デラロフサ。150。44番。ねいや、でも分かんないですよ。当時ね、16年のボマンクロームの時も、えっ、ー、と、外のレッドリーフオート。ねそれと、オレンジ。 うち、あの店内でお客様あってたのを見てるんですけど、まあ、一人の方はね、あの、狙ってた一人だ。当時から言ってましたからね。あ、アコスタ。アコスタもいいですね。おアリアスもいます。ガブソンと <laughs> アコスタ、並んで入ってる。ランダム感がやっぱすごいですね。ローガン・ギルバートもそろそろですかね。 はい、マトンさん。結構ファーストついてるのってこれ結構有力なんじゃないのって思いますねほとんどはねそんな気がしますフリーマンキャロルアレキサンダー・ラーミレスエンゼルスライディグルコロあはいホロあ <laughs>、はい、レギュラーとホイール ジョーダンもう一枚来ながかな。ねジョーダンもう一枚。よいしょ。カブレラ。デュラン。デュランさっきいたもんね。ボーネーラ。おお、オースティン・マーティン。あれでしょ。うん。ナンバーツー、スリーぐらいですから。評価。ね。エドワーツ。あ、ちょっと待って。コーアで。あ、うんホイールか。ホイールだ。 ランビレスルーキーファースト。あルーキーじゃねえファーストボーマン。ほろると、4、5倍ぐらいなイメージでしたね。ペーパーベースも十分しますが、もうはるか上を行きます。あ、ジュンデュラン、ねこう。こうやって同じ選手、普通に出ますよ。ワンパック10枚で200人口ですけど、サバトさん。 ビトこれもちょっとついてるはずです。福ちゃんだ。はい。あ終わりか。終わりです。はい。で、最後。いや、もうサインも出たしね、満足ですね。っていうか、サインの音、やっぱ違うよね。やっぱ生産上の、なんか、言われてましたもん。まあ、それであれをやめたんじゃないか モンゴメリークラブ、ね、ち,ょちょっと声のボリュームちっちゃくなりましたけどそれでできないの、ね、多分相当作ってない,いなそんなに作ってないんじゃないかそんな気がします <laughs> <laughs> おおまたマーチンある意味オッケーですよねはいマーシュアダムストンプソン で、終わりですね。はい。ということで、まあ、サインカード出たしね。やっぱ出やすいな。出やすいですね、明らかに。うん。ね。このお値段でサインサクッと引けて、まあ、冗談出ればいいなとも思いますけど、これ1枚で100ドルって考えるとすごいよねっていう話ですよね。 この子たちが頑張ってくると、ああ買っとけよかったなってなるんですよね。はい、もうずーっと聞いてます。<laughs> 毎年のように聞いてます。一年中どのスポーツでも聞いてますね。ね、だからレッテルとか偏見とかってよくないよねと思います。はい、ってことでね。 うん、OK ですね。まだあの他にありますけど、あの50尻だっけ、ね、あれも全部入れてお送りします。はい。じゃあ、えー、っとですね、このポーカー対決いきます。店長、これが楽しい。<laughs> はい。えー、っとですね、えー、このウィンドウ、左側のウィンドウね、えー、こちらが店長です。で、右側こちらね、らお客様。で、一応リフレッシュします。 で、店長の方もリフレリッシュね。はい。で、3回アゲインをして、3回目の目がお客様の目。で、店長の方も3回押して、アゲインをして、3回目に出た目が店長の目ですね。というか、あ、フラッシュじゃねえ。<laughs> はい。じゃあ、お客様の方から先行です。いきます。えっ、ー、とせ、お客様が勝つと、勝利すると、ドンちゃんのこちらの88枚限定のカード、無料です。差し上げます。いきます。1。 あ、あ、ストレートフラッシュかと思っちゃった。<笑>2 <laughs>。はい、で、次です。3回目。んジョーカー来てる。えー、っと、10のね、10の2ペアで、あ、1ペアですね。10の1ペア。えー、勝率は多分65%から70%ぐらいはもう勝ちですね、うん。10の1ペア。はい。店長のほいきます。1。 2で次です。3ー,ー <laughs> ノーハンド。と <laughs> いうことで、はい、1回戦目、ね、2回戦ありますね。56の88、こちらのドンちゃんはいを一緒に入れてお送りします。差し上げちゃいます。88枚限定のドンちゃんですよ。シリアルが入ってます。はい、で、はい、次、こちら。 86の88かな。86の88かな。はい、2回攻めです。リフレッシュします。はい。で、3回いきます。お客様の方から先行。1、2。で、次です。3。んノーハンドです。はい。 お客様のがノーハンドの場合は店長が自動的に勝ちなんですけど一応ねワンツーでスリーあストレートかなと思ったらここにキングあうんまあこの場合はまあ認められるのかなまあどっちでもいいですけどねはいまあお客様のノーハンドなんで、はい、ということでねドンちゃんは1枚ゲットですね はい2回勝負して1勝1敗でした。はい、じゃあ、えー、またね、ぜひね、えー、ご利用ください。はい、じゃあね、こ,こちらでお送りします。いいですね。うん、おめでとうございます。ありがとうございました。